見つけられた？どうやらいっぱい収集できたみたいだね。譲ってくれれば何かと交換してあげるよ。これでいい？はい。必要になったらまた現れるからね。Thank you.
また会ったわね。あなたはまだ分かっていないようね。守護団を助けたいの？チャンスを与えたけど無意味だったようね。あなたの持つ力が本当に私の相手になる資格があるかどうかを見てあげるわ。行きなさい。はい。はっはっはっ。
よりサイナーが追っていた黒影の行方をついに掴んだようだな。もし彼女が本当に諸悪の根源なら、戦争はもうすぐ終わるだろう。やっと安心して暮らせるということですか？黒影は本当に逃げないという保証はあるのか？心配無用です。黒影はすでに特派の黒猫が調査に当たりました。どのように捉えましょうか？それとあの黒猫の処置はどうなるのでしょう？闇の力に感染したということで、一緒に処刑せざるを得ないだろう。仕方がない。サイナーはルール通りに実行しようとしたが、副団長は反対し、3日間出勤しなかった。黒猫と副団長は幼馴染だからな。おいお前ら、隊長は早く行けと言ったはずだ。はい。処刑される？黒猫、私の声が聞こえますか？あなたはどうしてここに？前回接触してから私はずっとあなたの動向を追ってきました。あなたが置かれている状況は決していいとは言えません。あなたは今大きな砦の地下にいますね。大きな砦じゃないわ。ここは地下深くにある暗い洞窟で、守護団が重大な犯人を拘禁する場所。私はあの連中に捕まった。私を死刑にするつもりらしいわ。どういうこと？あなたは守護団の仲間ではないの？彼らはどうしてあなたを死刑に？今それを話している時間はない。でも生きていればいつでも話してあげる。ここを出るには、そうですね、以前はこの辺りには守衛がいなかったため、前に捕らえられた黒猫のミスティは脱走したようですが、現在は都市全体を兵士が警備しています。その上、ここの出口には野生のミスティが何体もいます。今のあなたの弱った体では、もし戦闘になれば耐えられないかもしれません。ですからこれ以上傷を負うことは避けてほしいのです。先ほど寝てる間にあなたの体を調べさせてもらいました。落ち着いて、おかしな検査ではありません。あなたが闇の力を操る能力を持っていることが判明しました。ダークエネルギーは悪いものばかりではありません。世界のエネルギーを構成するのは元素と能力、闇の力を操るのはとても稀です。異能を操るミスティは少なく、多くのテオミスティは異能を操ることができず、ダークエネルギーに飲み込まれて死んでしまいます。数百年にわたり元素の魔法を使うだけだった守護団には、誰かが闇の力を操ることなど想像できません。ですからこの鎖は普通の元素エネルギーで生成されています。闇を操作する能力があれば軽く破壊することができるはず。考えても仕方がありません。闇の力のことは今は置いといて、さあやってみてください。あ、やっぱり私は間違っていませんでした。あなたは特別なミスティなのです。さあこの洞窟から出ましょう。
Thank you.
黒猫を追いかけに行くのですか？うん。彼女はエアといって守護団のミスティだったの。前回戦った時、彼女は本当の力を使っていなかった。いいえ、彼女はきっと私に自分の過去を思い出させるためにわざと自分の姿を晒したんだと思う。この遺跡は？ああ、この密林は新しく形成されたようですね。この辺にはストリア都市周辺のミスティが住んでいたはずです。大災厄の渦中、魔物の虐殺に遭い、それからずっと放置されていました。その被害の中で生き残ったミスティがいると思う？わかりませんが、ありえないと思います。そうか。
Thank you.
体何なの？待って、何か来た。これは罠、降りて捕まえてやるわ。強盗ね。ここに住んでいるの。それを返しなさい。あ、本当に生き残りのミスティがいたなんて。彼女、食べるものがなくて強奪しようとしたのね。近くに獣の骨も落ちているし、狩りもしているのかもしれないわ。でも彼女はミスティというより獣では。環境でそうなってしまったのかもしれません。何も食べていないようですし、食べ物を与えたら反応を返してくれるのではないでしょうか。そうね。Thank you.
嫌な予感がします。守護団のミスティ、方角は私たちが向かう方です。さっきの子、あの子が危険です。何が起こったのか早く行って確認しないと。わかった、すぐに行こう。我々が探している奴がここにいるのは確かか？殴られて気絶しているから、まだ何も尋問できないな。足跡に沿って追跡したところ、ここに続いていました。扉から出た形跡がないということは、まだターゲットはこの近くに隠れているはずです。お前はバカか？この後ろは大きな森だ。逃げた奴が戻ってくるわけがないだろう。だから私はお前など送るなと言ったんだ。誰が奴らを逃がした？戻ったらお前はクビだ。あの子、無事に帰れるかな。しかし物は考えようだな。こいつをおとりにして我々はついに手柄を立てることができる。あの時渡したものは食べ終わったかな。あなたも同じことを考えていたのですね。あの子は私のせいで怪我をした。放っていくことはできない。早く元気になってほしい。彼女の体をチェックしました。気を失ってはいますが、肌が少し傷ついただけのようです。安心してください。よかった。